立方体の各面に隣り合った面の色は異なるように色を塗りたいと。ただし立方体を回転させて一致する塗り方は同じとみなしますと。はい、これもあれやね、もう立方体の問題来たら大体考えなあかんのが、一つの面をもう固定してしまいましょうというやつです。例えばこう立方体があって、どこの面に何を塗るかを考えるときにさ、例えばな、上の面に青を塗った場合のと、いやまあ何色があるか知らんで、何色があるか知らんけど、上に青を塗った場合とかさ、上にじゃあ赤を塗った場合とかってあるわけやんね。こうやってな、やねんけど、例えばじゃあどうしようかな、ここを赤に塗ろうかこいつは。でもさ、それって結局、これで言うとどうしようかな、 こっちの面にしようか、ここの面をこう青に塗ったとしましょうか、この奥を。ほなさ、こいつをこうパタンってこっちに倒したやつがこれにならへん、言うたら、まあ青と赤の面しかやってないけど、でしょ、こっち側にパタンって倒したら赤の面が上に来て青の面が左に来るやん、でしょ。ってことやから、なんか前エンジン列やったやつみたいな感じでさ、そのくるくる回転させたら一緒やんみたいなやつがたくさん生まれるわけよ。せやから、まあ、これはね、上の面を一個固定してしまいます。上をじゃあ青で固定したとしましょうかね。一個で何でもいいんやけども、まあ、今回6色言ってます。その6色が何なのか知らへんけど、まあまあ青があったとしましょう。じゃあその場合、青を上にするっていうふうにもう決めてしまうわけよ。だから後で上がじゃあ赤のパターンとか、上が黄色のパターンとかはもう考えへんってことな。だってその場合考えると、回転させたやつと一緒になってまうことがあるから、何も全部考えません。上を1色だけ固定します。いい？6色あるうちの1色を絶対上にするっていうルールでやれば、かぶりは起こらんわけよ。じゃあここに1個決めるわけよね。1色。この1色はだからあれやで、1色の決め方は6通りやわとは言わんといてよ。いい？だから、どれかを必ず上にするっていうルールな。いいね、さっきも言ったけども、青を上にするパターンと赤を上にするパターンと黄色を上にするパターンを合わせましょうじゃないからね。何か一色上にするって決めます。ここがポイントやわ。はい、でじゃあそっから考えていくわけよ。じゃあそうなるとだね、この向かい側、今一色固定しましたと、その向かいの色、ここの色は何通りありますかって言ったら、それは決め方は5通りあるわけよ。だって6色使うわけやろ。で、上に1色固定決めてもうとうから、残りの5色か。残りの5色は全部、そうやね、残りの5色が下に使えるわけよ。青を上に塗っとって、下を赤にするか、黄色にするか、緑にするかみたいな感じでしょ。ってことは、まずそこの決め方は、よいしょ、そこの決め方は5通りあるわけよ。5色残っとうからな。で、その後、残り4色を、これな、とりあえず一旦四角で囲っとく。残り4色をやね、残りの4色をこう周りに塗っていくわけよ。この側面にね、塗っていくわけやけども、これは例えば上から見た時にな、上にこう青の面があって、ね、裏側に例えば赤を置いたとしますやん。こうやってね、まあ、上からこれ見てますね。で、側面、こっち側の側面と、こうしようか、ここの側面と、ここの側面と、ここの側面と、ここの側面に、それぞれ何色塗んねんっていう話やねんけど、これさ、残り4色の入れ方って、ほら、円形になってません？でしょ？だからこれは円順列で考えるべきなのよ。ここの代入の仕方。代入って言わへんな、残りの色の、塗り方。だから4色の円形の色の塗り方やから、4-1 の階乗通りあるよってこと。周りの塗り方はね。ということなんで、よいしょ。ほな、最終的に、この、何ですか、立方体の、各面に6色すべて塗りますよっていうのは一体何通りあるのかって言ったら、5通り ×4-1 の階乗通りやと。つまり、5×4-1 やから3の階乗やな。3×2×1 ということなんで、なんぼですか、30か。30通りあるよという話です。はい、これが答え。
いい。あくまでも、まあ何回も言うて申し訳ないけども、この30通りってなりました。ほな、じゃあ上が青のパターン、赤のパターン、いろいろあるから、じゃあかける6やんなとかはしたらあかんでってことよね。これで答えやでと。はい、次2番いきます。2番も同じような話じゃねんけど、異なる5色を使うねんな。ってことは、隣り合った色が異なるようにしたいってことなんで、向かい合った面を同じ色にするわけよ。よいしょ。例えば上を青にしました。じゃあその場合、下も青にしましょうね、みたいな感じ。ほな、残りの4色な、異なる5色で今回塗るわけやから、1色は絶対こうやって向かい合うべきなのよ。で、残りの4色をこの周りに塗っていきましょうって話です。いい？ってことは、1色上固定すんねんから、1色ね。当然、さっきはさ、下、それに対して、じゃあ何色が入るんやろうやねんけど、今回は上と全く同じ色やから、これ1通りなわけ。ね。で、周りに入れるのは当然、円順列でしょっていう話だから、残りの4色の 4-1 の階乗ですか？で、やんねんけども、これ、裏返した場合さ、一緒にならへん？例えばな、要はあの、数珠順列ってやつよ。例えば、よいしょ。ああ、だからさっきみたいに上から書くか。上が青色です。で、そこも青色ですと。ね。ほんで、ここの面、ここの面、こっちの面、こっちの面にそれぞれ何を塗りますかっていうお話をしたときに、こっち1番の面な。ね、こっち、まあまあ、ええか。これをグリーンって裏返しした、さっき裏やった面がこの今表側になってて、さっき表やった面がこの裏側になった場合って、ほら、同じように見えるでしょ。ってことは、これ、数珠順列じゃないのって話よ。裏返しができるわけだからね。ってことは、4-1 の階乗で終わりじゃないね。これを半分にしましょう。2で割りましょうってこと。ということなんで、4-1 は3やから、3の階乗。3×2×1 ですか？これね。で、何でしょうか。ここの部分が2で割ったんやから、ピッピッってやったら3や。これ3通りな。で、これはな、ここの1色の決め方って、1色の決め方っていうか、この、2面、同じ色を塗らなあかんわけやんか。じゃあ、その色の決め方っていうのは5通りあるの分かる？分かります？この、そもそものこの1色の決め方。これが5通りあるでしょと。赤を2枚塗るとか、青を2枚塗るとか、緑を2枚塗るとか、いうのがあるわけやん。だから、これは、この1色の決め方は5通りになります。いい？よいしょ。こいつ3通りな。ってことなんで、これ合わせて考えると、5通りからの3通りやから、5、3、15ですか。合わせて15通りやで、いう話やわ。と。ということでした。これで2番ね、終わりです。はい、ということでした。立方体の塗り方はね、全部ちゃう場合は、1色必ず何かを上にするって固定するよ。と、ね、いう感じなの。こっちのやつね。これな。あ、これ、カッコ1番って書いておこうか。そこは一応ポイントやったよと。あかんな、ちょっと。青で書いとこう。はい、ということで、1番。はい、お疲れ様でした。